キャメロットという場名は非常にありふれた場名であり、サラブレットだけでも過去に世界中で20頭以上存在している。日本でも1974年の形成杯で3着となったキャメロットがいる。以下では2012年のダービーなどに勝利したイギリス生産アイルランド距離の競争場について記載する。バーレーン国王の子息であるシェイクアブデラービンハマドビニーサ・アール・ハリーファの イギリスでの生産場で、母と母は、ダリアステークスの勝ち馬。2010年のタタソールズオクトーバーエアリングセールで、現場主の代理人であるデミ・オブライエンが、販売申し込み者のハイクレアスタッドから52万5000ギニーで購入し、アイルランドのバリードイル調教場の英団、オブライエン調教師の管理下に入った。アイルランドの未勝利戦を勝利するとそのまま、レーシングポストトロフィーに直行。 後当立てとなったレースで圧倒的な一番人気に支持されると最後方から四頭をまとめてかわして勝利し翌年のクラシック戦線の有力候補と目され2012年の2000ギニーとダービーのウィンターフェイバリットとなる翌年2000ギニーに直行ここでも一番人気に支持されると前年のクリテリウムインターナショナルの発射フレンチフィフティィテーンとの叩き合いを 首差制して勝利。続いて距離が伸びるダービーへ。ここは1907年以来105年ぶりの9等立てという、小等数となり、圧倒的な1番人気に支持された。続く2番人気は、ダンテステークスの覇者ボンファイア。他にも、ダービートライアルの覇者メインシーケンスや、D ステークスを11場審査で勝った、同級者のアストロロジーが名を連ねていた。レースでは、 後方2番手に控えると、最後の直線で握るアストロロジーをかわすとそのまま、後続に5馬審査をつけて勝利し、2009年のシーザースターズ以来の2冠を達成した。キャメロットの掛け率8対13は、過去60年で最も低い配当となり、デビュー以来全レースで騎士を務めているジョセフ・オブライエンは19歳でダービージョッキーとなった。アイリッシュダービーでは、 ババ不良を理由に直前に2頭が出走回避し、これまた後頭立ての小ト数戦になったが、スタート直後から後方2番手に控え、最後の直線手前で進出を開始。残り2ハロンあたりで外に膨れながら、先頭に立ち、大外から上がってきたシーザスターズの弟、ボーン・トゥ・シーが、やや不利を受けた形になったが、なおも食い下がるボーン・トゥ・シーを抑えて勝利。 ヨーロッパクラシック3勝目を挙げた。アイリッシュダービーから直行したセントレジャーステークスはイギリスクラシック3巻をかけての出走となった。レースは9等立てで行われ圧倒的な支持を受けたが、延期の2着に敗れた。その後外線門賞の回避が噂されたが陣営は参戦を決定。金量の関係もあり、ランフランコで通りに乗り変わった。しかし、 結果は不良ババがたたって、キャメロットは7着に終わった。レース後、戦痛を発症したため、キャメロットは、手術を受けた。2013年は、ムーアズブリッジステークスから主導しここは解消する。ものの、自走タタソールズゴールドカップは一番人気に、押されながらアルカジームの2着に敗れた。さらに、プリンスオブウェールズステークスにおいてもアルカジームの4着となり、引退か。 現役続行かその挙手が注目されたが、引退はせず一旦休養に入った。秋は、外旋門賞の前哨戦である、フォア賞から復帰する予定だったが、レース当日が不良馬場になったため、出走を取り消した。その後、外旋門賞を回避して、ブリーダーズシーターフに出走する予定だったが、調教中に故障したため、引退することになった。引退後は、 クールモアスタと似て種ボバになる。2017年に初年度ン区がデビューし、その中の一頭で、かつての主戦騎手、ジョセフ・オブライエン長教師が管理する、ラトローブが2018年のアイリッシュダービーを優勝。自身との不死制覇を成し遂げるとともに、サン区発のクラシック競争制覇を果たした。また同年、アメリカのベルモントオークスでも、サン区のアテナが制し、異国での G1 制覇も成し遂げた。 ありがとうございます。